高津笠正道は江戸時代の公家。東山天皇の団系四世子孫。父は関白、高津笠聖広母は正室、八塚紀子。正室は徳川春都氏の娘、隣姫。文政六年に関白に就任。天保十三年には大乗大臣に就任する。五年前後で関白職を辞する当時の慣例に反して、 安政三年に辞任するまで三十年以上の長期に、渡って、関白の地位にあり、朝廷で大きな権力を持った。高下三年に、任公天皇が休成した際には、毛皮して、正道を純粋師匠として、事態の収拾を図った。公明天皇の信任も厚く、関白辞任後も内乱を許され、依然として長期に、因然たる、影響力を行使した。 安政3年12月9日には、関白辞任後に内乱に止まった慣例より、大公の称号を公明天皇から送られる。義定のみと藩主、徳川成明から異国情勢についてこまめに連絡を受け、公明天皇に知らせた。当初は、開国論に立っており、ペリー来公に際しては、米国国書の内容は温当で、人愛に満ちている、王子には、 外国と国交を持っていた貿易は長崎のみで行えばよい。打弱な武士では外国との戦争は無理であろうという見解を示していた。一方で、外国の是非を決めかねている幕府に対しては、朝廷は通商を許可しろとか、あるいは打ち払えなどと指図はしないが、人心が動揺しないようにしてもらいたいと申し入れている。 幕府が日米修好通商条約への事前直拒を求めて、来た際には直拒を与えることを主張したが、安政五年に一月になると、公明天皇は条約への強い反対を表明する。同年二月二十二日の長儀で正道は、公明天皇に向かい、幕府と対立すれば、上級の乱のような事態を招きかねないと還元するが、聞き入れられず、二月二十七日には内乱事態の、 意向を上層する。公明天皇はなおも意志を曲げず、翌日には自体受理の意向を示し、3月4日には休場関白が以降は太公と相談せずに天皇のみの意向を伺うことになった。正道の正式な内乱自体は幕府との調整により7月27日まで伸ばされたが、2月末の時点で正道の内乱は有名無実となっていた。この後、 停八88強烈3事件の前後に正道は一転して上位派となるが、これが安政の大国において幕府から咎められ、落職、隠居、真の処分を受けて出家した。その後、明治元年に死去した。去年80。ありがとうございます。